はい、この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきます。田部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。先日神戸でストックボイスフォーラム開催されまして、お客様たくさんいらっしゃいまして誠にありがとうございました。ね、田部さん見てるよとかね、これからもよろしくお願いしますとか、まあ一言二言の会話見たくなってしまったところもあるんですけども、まあ、非常に勇気づけられたというか元気づけられたというかですね、まあ、ちょっとこの場を通してありがとうございましたというところなんですけども、まあ、普段カメラに向かって話しているので、ね、誰がどう聞いているのかよくわからないんですけども、実際ね、ああいうフォーラムでお客様と、まあ、会いますと、ああなるほどということでね、さらに頑張らなくちゃいけないかなというふうに思って今日のこの、ね、番組に臨んでいるわけでございます。はい、ところでグロス市場なんですけれども、続落ということで今日で3日目の続落になるんですかね。そうですね。なかなかこのところのグロース市場というのは、まあ、プライム市場ともう本当に異なるような動きにこうなってしまっていて、やっぱりこれはアメリカの金利上昇の影響が強いんじゃないのかなと思うんですね。一方プライム市場の方なんですけども、日銀の金利の連続引き上げみたいなものはですね、ちょっとこうそういった論調は後退していて、そして選挙ですね、今選挙になってますから、まあ景況感のね悪くなるような対策とかそういったものはもう全然語られないようなことにもなってますし、まあ、あとはそのね利上げの発言なんかも日銀なんかもちょっと遠のいているのかなという感じもしますので、まあ、証券市場を取り巻く環境というのは比較的選挙前ですけどもね、アメリカの大統領選挙前なんですけどももあるんですけども、まあ、比較的こう手掛けやすいのかなというふうには思ってます。まあ、ですから、アメリカの金利がねもうちょっとこう落ち着いてくると、上昇の方が落ち着いてくるとですね、まあ、良いのかなとは思っております。グロス市場ですね。はい、はい、ではその金利チャートで見たいと思うんですけれども、はいはい、アメリカの10年債利回りですけれども、利下げから金利上昇という流れなんですよね。そうですね。アメリカはね実際の FF レートをこれから下げていくよっていう感じなんですけれども、実際にアメリカの10年債利回りというのは今グラフで出てますけども、まあ、4月の 4.7% ぐらいを、まあ、高いところに、まあ、数々の山を築きながらも前回高値というかですね、抜けずにこう下に金利が低下してきたわけなんですね。まあ、これが9月の17日のところで、まあ、3.59 というような水準をつけてですね、まあ、明らかにこの下落のトレンドがですね反転して上昇にこう向かってきているという、まあ、その上昇の仕方も明らかにこう強いパターンというですね、前回高いところ、まあ、9月の11日の少し前に、まあ、3.8% ぐらいのところですかね、あったりして、そこをまあ明らかに抜けてきていて、その8月の 4% ぐらいの水準のところも、まあ、明らかにこう抜けてきた状態で今にあるということですので、まあ、雲の、ね、上限を差し掛かって抜けていくかどうかというような、まあ、この金利が上昇するようなパターンになっているかなというふうに思います。はい、では続きまして、はい、グロース250指数チャートで見たいと思いますが、はい、ちょっとじわじわ下げてきてますね。そうですね。ちょっとこうショック的に下げた部分を除いてもですね、やはりこの金利の影響を受けて高値を抜けないでこう下がってきていると。しかもグロース250今出てますけれどもですね、これ の直近の9月の、まあ、直近の安値9月なんですけども、そこにも見えますけれども、そこの部分をですねこう9月9日につけている、あ9日じゃない11日かにつけている624というところと、それは取引時間中につけた安値なんですけど、今度終わり値では632というのがあるんですね、その日ですね。まあ、そこを明らかに今こう割ってきて、まあ、雲の中にこう入っていくような状況ですね。やはりそのアメリ
果の景況感が少し見直されてきたりとかいうことで、まあ、ソフトランディングという言葉ももちろんあるんですけれども、やっぱりそのアメリカの金利上昇というのはグロース市場ではこう、ね、悪材料というような形になってますねというのがこのチャートでも、ね、確認できるかなというところですね。はい、では日経平均のチャートに切り替えたいと思いますが、はい、こちらはどうでしょうか。はい、日経平均の方はこれはまた逆のような形になってきていて、ちょっと触的な、ね、下落を除くと少し下落基調だったのかなという7月からのですねところを明らかにこの9月のところで反転して、まあ、上値を目指して4万円台をこう乗せてきているということですね。まあ、9月2日の高値をつけた39,000、直近高値の39,080円というところをですね、まあ、一気に抜いてくるというような状況になってきて、まあ、少し上下動しましたけれども今4万円台近辺のところに、まあ、39,000ですけどもねあるかなということで、まあ、明らかに相場全体としては、プライム市場の方ではですね、アメリカの景況感の改善、緩やかな金利の低下、日本でのあまり良くない政策が出ない、いい政策の期待とかですね、まあ、そんなようなもう選挙後の動きみたいな部分も少し出てきてはいるんじゃないのかなというふうには思っております。そうしますとプライム市場日経平均については4万円さらにこう回復していくようなイメージということでしょうか。はい、そうですね、11月の大統領選挙というのはありますけども、まあ、両候補がですねなったとしても、まあ、明らかにこう相場今まで体験してきているような状況なので、アメリカの金利が、ね、どんどん下がっていくんだという状況がなくなって、まあ、円安というものがですねまた見えてきているという状況は、まあ、日本株にとっては非常にいい流れになっているんじゃないのかなというふうに思います。プライム市場は堅調な状態続いていくのかな、日経金とかですね、というのを思ってます。はい、わかりました。それではグロース市場の銘柄、はい、こうまあ、いくつか動きの出ている銘柄、はい、ご紹介いただけますでしょうか。そうですね、なかなか動きがある銘柄がないので見つけるのが比較的簡単だったような感じなんですけども、ニフティライフですね、4262のニフティライフです。この会社なんですけども、不動産の検索サイトを手掛けていて、不動産事業者向けにオンラインでこう内見ができるような、まあ、そんなようなサービスなんかもこう提供しているような形なんですね。でもこの会社他にももちろん事業をやっておりまして、ウェブ広告に掲載する原稿とか画像データなどの、まあ、データフィードって言われてるんですけども、まあ、それを最適化させるツールとか、まあ、検索エンジンのコンサルティングなども手掛けているということなんですね。で今回材料を発表しておりまして、NTT ドコモが提供します新しいネットショッピングサービス、まあ、D ポイントマーケットですね、 D ポイントマーケットなんですけども、まあ、そこにと提携を、まあ、開始しましたよということを発表して、まあ、今日の株価上昇にこうつながっているのかなと思うんですね。まあ、今回この提携によって商品データフィードの作成と掲載が簡単になって、まあ、円滑に運用もできますよというようなシステムになってます。またこのニフティライフのデータフィードの最適化ツールっていうんですけども、これを利用するとそのデータフィード作成や運用に関する、まあ、社内の調整とかですねシステム開発というものも不要になるので、まあ、利用するドコモ側にとってもこう便利、いわゆる工程数とかコスト削減、導入までの期間が短縮とかですねいうことでいろいろアクティブにこう動いていけるというようなシステムなので、まあ、これのシステムの広がりの期待感出ているのかなと。まあ、株価の方もちょっとこうね高値で揉み合ってきたところから上に行きそうなような状態にあるので、まあ、少しねタイミング的にもちょっと面白いところで出た、発表なのかなというふうに思ってます。はい、はい、ではあともう一つ二ついかがでしょうか。そうですね、体ノートというのがありまして401なんですけども、これは健康アプリの運営を手掛けております。妊娠とか育児向けを中心に事業展開をしているということですね。自社コンテンツなどを通じたアンケート付きのキャンペーンで、パーソナルデータをいろいろ蓄積して、ユーザーニーズに合ったサービスを展開したりとか、あとその企業側へ の送客、お客さんをこう、ね、送り込んでいくような、まあ、事業を行っている会社なんですね。それ2011年に情報提供アプリのママ日和というのを開発して、2012年には福
薬管理アプリのお薬ノートっていうんですね、私もこれ使ったことあるんですけども、まあ、その提供などもこう開始したという会社ですね。それでこれ17日の昨日の引け後に中期経営計画などを発表して、まあ、売上高が50億円以上、終わった期の売上高が21億9千万出したので、まあ、倍以上のですね、売上計画と、まあ、利益が今1億円ぐらいなんですけども、これを15億円以上に、まあ、するという、利益率も 4.6% のものを 30% ぐらいにするよというような、まあ、発表して、まあ、今までこういろいろ構造改革をやってたんですけども、もう企業価値の拡大を優先して、まあ、東証プライム市場の上場基準を満たして、まあ、そこを目指していくと、まあ、いうようなことを発表して、まあ、マーケットの方もこう評価したのかなという動きになっておりますですね。まあ、足元の業績、今期の業績の方も 20% ぐらい売り上げ伸ばして、まあ、利益は2倍の2億円を想定しておりますので、まあ、少子化対策の事業なんかも堅調に進んでいるということですね。はい。では最後もう一ついかがでしょうか。もう一ついきますですかね、ベースフードですね。ベースフードです。この会社は完全栄養食品の開発をやっている、まあ、完全栄養食品とも変な言い方ですけども、まあ、大体1日の必要1日あたりの必要の、まあ、栄養量があるんですけども、それを、1食で3分の1ぐらいカバーできますよというものを作っているんですね。で、まあ、業績の方なんですけども2025年の2月が、6月から8月けどもね、この業績が 10.4% の減で、まあ、営業損失の 0.4 億であまり良くない業績であったんですけども、上期はいろいろこう日配の問題とかあったんですけども、まあ、会社想定も下回ったりとかしていて、通期計画なんかも下方修正発表してあまり良くなかったんですね。でも今チャート見てもバーンとこう株価上がってきてるんですけども、でも第一四半期が36億ぐらいの、まあ、売上だったんですけども、第二四半期39億ということで、まあ、第二四半期から売上結構回復基調にこう入ってきているということですね。それで決算説明会開催しておりまして、8月の売上がこう単月で、8月値上げしたので単月黒字化しましたよとかですね、あとその新商品を発表したりとかしたりということと、あと第3四半期はマイバスケットですね、スーパーのマイバスケットに首都圏に約1200店舗ぐらいあるんですけども、そこに商品の取り扱いを開始しますよという、まあ、この発表なんかもちょっと大きかったのかなということで、まあ、株価の方ですね、ちょっと堅調な動きにこうなってきているかなというふうに思います。わかりました。田部さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。